おい、どうなってんだこれ。次の日目覚めると、俺はベッドに体を拘束され、見たことない部屋に移されていた。あ、光一、おはよう。お嬢様、ここは一体…それに俺はなんで縛られてるんですか？レーナの部屋。ああ、もうこんな会社辞めてやる。と、勢いで仕事を辞めてしまったが、次の仕事は決まってないし、貯金で生活していくのもそろそろ限界だな。俺の名前は光一、25歳。大学を卒業して、なんとか就職できたが、そこは残業で終電は当たり前の超ブラック会社だった。出世すれば残業も減るだろうと3年頑張ったが、出世枠は激戦を極め、さらには上司からの出世阻止のいびりがひどかった。難癖をつけては残業をさせ、ミスは部下たちの責任。出世なんて夢のようなものだ。それを悟った俺は会社を退職し、現在休職中というわけだ。ある日、いつものように求人を眺めていると、なんだこれ、清掃、身の回りの世話、介護系か、即日入金 OK、 すごい高額なバイトだな。こういうのは未経験だけど、すぐに金は欲しいし、金額からしても申し分ない。面接だけでも行ってみるか。そうして面接を受けにやってきたのだが、指定の場所に着くと、そこは絵に描いたような豪邸だった。介護施設を想像してたのに、金持ちのじいさんの介護とかか。とりあえず入ってみるか。ちょっと、そこ邪魔よ。え？うわ、なんだ、屋敷の塀を女の子が飛び越えてきたぞ。そんなとこで突ったって危ないわよ。いやいや、そっちの方が危ないんじゃ。怪我とか大丈夫なのか。お嬢様、お嬢様、やば、見つかっちゃう。様子からして、この女の子がこの屋敷のお嬢様で、メイドが現在捜索中だと。ちょっとあんた、いつまでそこにいるつもり？見つかったらあんたのせいだからね。あ？そこに誰かおられますか？あ、隣の隠れているお嬢様は黙ってろって感じで睨みつけてくるし、言わない方が良さそうだな。すみません、今日面接のお約束をしている光一と申します。光一さんですね、どうぞお入りください。具体的な仕事の内容は、このお屋敷のお嬢様の身の回りのお世話など、つまり専属執事となってもらいます。しかし、お嬢様は少々破天荒な一面があり、たびたび執事を困らせて、これまで1週間と思った執事はおりません。かなり忍耐力が必要とされますが、自信はおありですか？あれが少々ってレベルか。しかも1週間も持たないって相当な破天荒っぷりだな。しかし、このバイトを逃したら俺の生活が保たれない。はい、自信はあります。ぜひやらせてください。ブラック企業で培った忍耐力をここで生かしてやる。では、いくつか簡単な筆記試験をしてもらい、そちらも踏まえて判断させていただきます。そして俺は無事採用され、明日からお嬢様の専属執事として働くことになった。勤務1日目、今日からお嬢様の専属執事として働かせていただきます、光一と申します。よろしくお願いいたします。またどうせすぐ辞めるに決まってるわ。執事なんていらないっていうのに。これはなかなか一筋縄ではいかなそうだな。メイドから聞いていた通り、いや、それ以上の破天荒、わがままっぷりで、俺は初日から振り回された。お嬢様、レッスンの時間ですので。いない、どこ行ったんですか。お嬢様、代わりにレッスン受けといて。あの野郎。光一。あ、はい、何でしょう。汗かいちゃったからシャワー浴びたいの。ではメイドを呼んでまいります。そんなの待ってられないわ。今すぐあなたがやって。お嬢様、お待ちください。その業務は私は禁止されておりますから。私の言うことが聞けないならクビにしてもいいのよ。どうすればいいんだ。はあ、疲れた。マジで疲れた。何なんだあのお嬢様は。絶対人のことをからかって遊んでるな。そして辞めさせようと企んでる。きっと今までの人もそうやって辞めていったんだろうな。こうなったら意地でもやり抜いてやる。勤務7日目、今日で1週間絶対乗り切って記録更新してやる。そしてあのお嬢様にギャフンと言わせてやるぞ。お嬢様、おはようございますっていないか。となると、きっとあそこだな。まったく、いつになったらあの執事辞めるのかしら。レッスンも嫌だし、執事もいらないって言ってるのに。
お嬢様。こいち。いって。お嬢様、大丈夫ですか？どこかお怪我は？うん、大丈夫だけど。それなら、よかったです。すみませんが、動けなさそうなんで、誰か人を呼んできてもらってもいいですか？俺は体を張ってお嬢様を守ったが、代わりに全治1ヶ月の大怪我を負ってしまった。高一、ごめんなさい。私のせいで大怪我させちゃって。ああ、気にしないでください。ここの治療費も全部払ってもらってますし、こんな個室、俺にはもったいないくらいですよ。今までのことも困らせるようなことばかりして、ごめんなさい。どうしたんですか？いつもの破天荒お嬢様らしくないこと言って。もう、人がせっかく謝ってるのに。すみません。それからお嬢様は人が変わったように毎日お見舞いに来てくれた。最初は花を持ってきてくれて話すだけだったが、次第に仲良くなり、リハビリにも懸命に付き添ってくれた。リハビリお疲れ様。はい、ありがとうございます。でもお嬢様、毎日来なくても大丈夫ですよ。レッスンや学校もあるでしょうし。私が来たくて来てるんだからいいの。それに心配されなくても学校もレッスンもちゃんと行ってるわよ。お、偉いじゃないですか。さすがお嬢様。ちょっと子供扱いしないでよ。いや、あの頃の苦労が報われたかと思うと嬉しくて嬉しくて。もうその話はやめてよ。頭撫でられただけなのにすっごい恥ずかしい。でも嫌じゃなかった。むしろもっと撫でてほしい。こいつにもっと触ってほしい。こいつに会いたくて走ってきちゃった。こい、こいつさん、今日もリハビリすごく頑張ってましたね。早く歩けるようになりたいですからね。もう私の支えもいらなそうですね。いや、それは寂しいから、もう少し手を貸してもらおうかな。もう、こいつさんってば。何よあれ、看護師相手にデレデレしちゃって。勝手に私の高一に何してるのよ。あんな看護師なんて。そうだ、病院に圧力かけてあの看護師を飛ばしてもらえないかな。それともいっそのこと家にリハビリ施設を作るとか。そうすればずっと高一と一緒にいられる。おい、どうなってんだこれ。次の日目覚めると、俺はベッドに体を拘束され、見たことない部屋に移されていた。あ、高一、おはよう。お嬢様、ここは一体。それに俺はなんで縛られてるんですか？ここはね、高一専用のリハビリ室だよ。病院の一室を改装して作らせたの。器具も揃ってるし、ベッドもあるからこの部屋から移動しなくていいんだよ。監視カメラもオートロックも完備してるから、誰も入れないし誰も出れない。どう？すごいでしょ。オートロック、監視カメラ、誰も出入りできないって、看護師さんたちはどうするんですか？今まで高一についてた看護師はみんな飛ばしちゃったよ。リハビリは私がやってあげるから大丈夫。しっかり教わったから。飛ばしたって、なんで？え？だって高一に触ったんだよ。当たり前じゃん。お食事をお持ちいたしました。台に置いといて。もしものことがあったら大変だから、毒味をしなくちゃ。あ、重っ。高一、ご飯だよ。毒味しといたから安心して食べてね。毒味ってお嬢様、何やってるんですか？いいから食べて食べて。あ、はい、いただきます。どうぞ召し上がれ。私の DNA が高一の中に入っていく。私の体液をたっぷり混ぜておいたから、高一の体の中まで私でいっぱいになるね。それからもお嬢様の横暴は続き、俺の身の回りの世話をすべてお嬢様がしている。それに困り果てた病院側とイブの両親は、俺を屋敷に戻し、なぜかこうしてお嬢様にお世話をされている。さあ高一、お風呂の時間よ。いや、もう一人で入れますから大丈夫ですって。いいから、私が洗ってあげる。高一に触れられないようにメイドはすべて縄で縛ってあるから、誰にも邪魔されないわ。これで二人っきりね。お嬢様。こうだ、そんなに動くなら高一も縛っちゃうわ。動かないで、泡が落ちちゃうじゃない。高一の体についた泡は私が全部食べてあげる。
高一の味がして美味しい。高一は私が面倒を見るからいいの。着替えもご飯もお風呂も何もかも。そうすればずっと高一と一緒にいられるでしょ。高一、これからずっと私に面倒を見させなさい。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。